まもなく8時15分になります。黙とう。昨年この式典で私は非核特使の派遣を提唱しました。世界各地で核兵器の悲惨さや平和の大切さを発信していただきました。被爆体験を世界に語り継ぐ非核特使、今までに延べ35人が政府から移植を受けました。私は私の家が今の広島の平和公園の中にありました。その時にいた町の人は全員が亡くなりました。制度ができて1年、今回広島長崎で開かれた初めての報告会には地球一周証言の旅から戻った坪井進さんの姿も。私たちは13の寄港地で14回の証言を行いました。特にコロンビアではサントス大統領の歓迎、どこの会場も満員、熱心に耳を傾けていただきました。報告会の場で自作の DVD を手渡したのは非核特使の田辺正明さん。原爆投下前の爆心地の風景を克明に映像で再現し、何が失われたのかを世界に訴えています。田辺さんは少年時代、今の原爆ドームの隣に住んでいました。一被爆市民としてはなかなか成し得ない訴求や啓発も、国のバックアップのおかげをもちまして現地メディアの扱いも格別な対応でした。被爆2世というのは親の体を通して原爆放射線の影響を受けているわけですから、被爆者と同様の思いを持っておりますと、地球一周証言の旅に出る当日力説していた坂口博子さん。実際に世界を回ってみてこんな手応えを得たといいます。これからさっき被爆体験を引き継ぐという意味で被爆二世の存在がこれからますます大変重要になってくるというふうに思っております。世界の中で広島長崎が語り継がれて100年経っても1000年経ってもですね、長崎以降はなかったと言えるような世界にするという、ぜひご協力をよろしくお願いいたしたいと思います。非核特使が訪れた国はこれまで22カ国。しかし被爆の証言を聞く海外の人たちには3月11日以降ある変化が。日本は被爆都市、被爆国であり、その放射能の恐ろしさを知っているのになぜたくさんの原発をという疑問が寄せられました。非常に皆さんが不思議に思われているということが非常に私たちも胸に応えました。日本を襲ったもう一つの放射能被害に対する海外の人たちの関心、非核特使たちは揺さぶられました。今回の事故を人類にとっての新たな教訓と受け止め、そこから学んだことを世界の人々や将来の世代に伝えていくことが我々の責務であると考えています。黙祷。